はい、皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今は2024年の11月の2日です。今回は日本時間の昨夜行われたタッカー・カールソンさんのライブのファイナルバージョン。そこにロバート・ケネディ・ジュニアさんとトランプさんも参加しております。ロバート・ケネディ・ジュニアさんのスピーチとタッカー・カールソンさんのスピーチと、そしてトランプさんとタッカーさんの対談。その3つがとてもとても素晴らしかったです。 今回はあその3つのものに関しては全文を日本語にして私のノートに PDF でダウンロードできるようにしておりますので興味のある方はそちらから活用してみられてみてください。今回はタッカー・カルソンさんのスピーチの冒頭部分そしてタッカー・カルソンさんがトランプさんを紹介する時の最初の出だしの部分そしてロバート・ケネディ・ジュニアさんのスピーチの中から かなり多めにご紹介したいと思いますはい、それではまずはタッカーさんのスピーチの冒頭部分ですねまず奥さんとの話エピソードがちょっとあって奥さんが私はゴミじゃないわよっていう話を受けてまさにそれだと思いましたこの国の最高の人々が過去8年間に受けてきた虐待はあまりにひどいものですあなたはゴミです本当ですか誰がそう言っているのか聞いていますか とにかくここにいられることに本当に感謝しています。まさか自分がドナルド・トランプの集会で演説するとは思ってもみませんでした。今回で4回目です。そしてそれは毎回名誉や特権のようなものではなく本当に自然に感じられます。私はちょっと驚いています。33年間ブラブラしたジャーナリズムにいました。 マジマスようなことは何もないと誰かが言ったのを知っています正直なところ自分は若かったしお金が必要だったというのもありますまるで自分のいたずらな写真が浮かび上がってくるとあれはそうだったんだというような感じですそれが昔の私ですでも私は仕事を通じて後ろに立ってじっと見ていましたそしていつも考えていました政治家たちは嫌な奴ら 私は今でもステージに上がって支持することは決してないと思います。そのようなことをするには完全に魂を失っている必要があります。それが、ここにいる私は、ドナルド・トランプを全力で完全に誠実に支持しています。という語り口で入っていくんですが、もう一言で聴衆を引き込むような素晴らしいスピーチでございます。はい。そして、トランプさんを紹介する冒頭部分。 彼はあなた方を代表できる唯一の男です。なぜならそれが必要なことだからです。インターネット上の様々な人々だけでなく、地球上で最も強力な人々から向けられた憎悪の樽を見つめなければならないのです。まっすぐに立って毎日笑顔で前に進んでいかなければならないでしょう。彼は私がこの地球上での55年間で出会った唯一の人です。誰がそんなことができるでしょうか と言ってトランプさんを紹介しています。トランプ大統領ありがとうございます。戸田さんありがとうございます。タッカーさん私は8年間これを考えてきました。もう今はもっと頻繁に考えるようになりました。続けるモチベーションは何ですか虎親分。わかりません。ただやりたいだけです。私はただこういった人たちと一緒にいたいのです。たくさんの愛があります。と大拍手。この部屋でそこにはたくさんの 愛がありますととても簡単なこと私はたくさんの違ったものを持つことができます。私にはたくさんの選択肢があります。美しいビーチにいて波が川を売ったり退屈なことばっかりだったりします。行ったことはありますがすぐに退屈してしまいます。私は一つだけ考えていることがあります。それはメイクアメリカグレイトアゲインというタイトルで考えるのはそれだけです。 作家さん、すべての攻撃のリストを作成すると、その中には悪質さと不公平さに驚かされるものもあり、最終的には撃たれることになります。これはやりすぎだと思った瞬間はありますか、トランプさん？それについて正直に考えたくありませんし、物音についてあまり気分が良くない瞬間もありますが、そうしないようにしています。そうしないようにしています。私はいつも前を向いているのが好きです。 私は今をあまり見るのが好きではありません。私は過去から学ばなければならないこと以外に過去を見るのは好きではありません。歴史は学ばなければなりません。そうでなければあなたは非常に愚かな人になってしまいます。私は前を向くのが好きです。私はポジティブに考えるのが好きです。ある意味ポジティブ思考の力を持たなければならないと思います。と続いています。 はい次にロバート・ケネディ・ジュニアさんのすいませんこちらはやはり最初の部分を朗読したいと思います最後までは多分いけないと思いますがそれはノートで読むなり直接あの字幕出してねご覧になるなりしてみてくださいそれではいきます私はたくさんの友達や家族を失いましたでも今はもっと大きな家族がいます 私たちは皆、地で結ばれています。それが私たちの生活における基本的な関係です。しかし最も重要な関係は共通の価値観から生まれます。そしてこの場にいる全員が価値を共有しています。彼らはこの国を愛しています。彼らは自由を愛しています。そして私は私たちの権利焦点と憲法を愛しています。 流行り伝染病の大流行の間、私はそれらのものが非常に深刻な方法で危険にさらされているのを目の当たりにしました。それが私が19ヶ月前にアメリカ合衆国大統領選に出馬するという決断をした主な理由の一つです。それから、一年ちょっと前私は民主党を離党しました。民主党は私にとって単なる家であり、私が民主党を離れることは、 私には理解できませんでした。とても難しい決断でした。私の曽祖,祖父がここに来ました。彼ら全員。1848年、ジャガイモ危機の最盛期、彼らは無一文でボストンバックで上陸し、そこで出迎えられ、民主党と党が彼らを世話しました。彼らは家を見つけ、仕事を見つけました。それは彼らをコミュニティに位置づけ、 彼らの教会があった場所であり、それは彼らに価値とコミュニティの感覚、そしてこの国への愛を与えました。私の曹則、ハニー・フィッツはアイルランド系カトリック教の初代ボストン市長でした。彼の当時大臣、パトリック・ケネディは州上院議員であり、ボストンの政治事務所にいました。私のおじ、ジョン・ケネディはアイルランドのカトリック教徒の初代大統領でした。 私の叔父テッド・ケネディは米国上院議員の中で最も長く2番目に長く務めた議員でした。私の父は米国上院議員で司法長官でしたが大統領選に出馬して亡くなりました。そして私が民主党を離れることは私には考えられませんでした。私は民主党を去りませんでした。民主党が私から去っていったのです。私が育った民主党は平和の党でした。 それは市民権と憲法上の権利、特に言論の自由の党でした。それは私が持っていたパーティーでした。私は市域間と国家安全保障国家に対して懐疑的でした。ウォール街やアメリカ民主主義の大企業支配にも懐疑的だったのも党でした。それは女性の権利の党でした。私のおじ、テッド・ケネディは、女性が大学でスポーツをできるようにしても構わないと書いています。 なぜならそれはすべてのアメリカ人が彼らが投票することを選んだ候補者に投票する権利を持つように懸命に戦った党だったからです。民主党は戦の党です。ディック・チェイニーのパーティー、ジョン・ボルトンのパーティーです。彼、彼らは我々をイラク戦争に導いた人々であり、アメリカ史上最大の外交政策の大変動は愛国者法を起草し監視国家を導入した人々でした。 そして、地域間にアメリカ人をスパイする許可を与えた。アメリカ人をプロパガンダするため、タイトル Q を解体し、女性のスポーツに男性を参加させようとしているのは、この党です。私が育ったパーティーは、警察や消防士、労働者のパーティーでした。そして、それは今、共和党になっています。今日の民主党は、もはや党ではありません。地域間に懐疑的であり、地域間とネオコンは、 カマラ・ハリスが民主党大会での演説を書きました。これまでの民主党大会で見た中で最も好戦的で、好戦的な演説だと彼女は続けました。彼女の直前には元市議機関の長官がいました。これはかつての民主党では考えられないことです。沼の一党となり腐敗して育った確かにウォール街の党、ビッグテック、ビッグデータ、ビッグファーマー、 大きな農業、大きな化学物質、そして軍産複合体。彼らのパーティーです。公民権ではなく、私たちの国を引き裂いている分裂についての党です。私は19ヶ月前に大統領選に出馬する決断をしました。1年ちょっと前、私はこれらのすべての理由で民主党を離党しました。 そして今年の8月8日、虎親分はバトラーで撃たれた直後、8月23日に私に電話をかけてきました。彼は3時間後に電話で私に電話をかけてきて、翌日ミルウォーキーで会うように頼んできました。そして2時間半のミーティングを行い、その後も何回もミーティングを行いました。その会議で彼は私に私たちの党を統一し、彼と一緒に働くように促してくれました。 ロバート・ケネディが支持し、ジョン・ケネディが支持した価値観を取り戻すためにです。彼は果てしなく続く戦争を終わらせ、宇野国に送った2000億ドルを何たらしたいと言いました。アメリカを再建するためにです。彼は私に検閲を終わらせ、監視とプロパガンダを終わらせたいと言いました。彼はアメリカの政治体制に対する法執行機関の武器化を終わらせ、終わらせたかったのです。 彼はアメリカ国民に対して我々の規制当局を略奪的にしました。この腐敗した国家権力と企業権力の合併を終わらせたかったのです。そしてアメリカを再び健康にしたいと言いました。私たちの子供たちを破壊している慢性疾患の蔓延を終わらせてください。そしてそれは私たちの国にとって実存的な脅威です。そして おじは大統領で私は10歳の少年でしたこの国の慢性疾患の割合は6%でした今では60%ですそして私のおじは大統領でしたこの国では慢性疾患にお金をかけたお金はその当時はゼロでした治療する薬など必要ありませんでした今今日私たちは4兆3000億ドルを費やしています4兆3000億ドルが好き 必要ですこれは軍事予算の5倍我が国にとって最大のコストですそしてそれは私たちを破産させ道徳的に私たちを破壊していますなぜなら私たちはこれらの産業に毒されることで私たちの子供たちを裏切っているからですと健康に関する大変重要な話が続いていきます以上今回はここまでですいつも最後まで聞いてくださってありがとうございますフィードバックも 引き続きどうぞよろしくお願いしますフィードバックのやり方は概要欄に書いてありますどうぞよろしくお願いいたしますそれではまたありがとうございました